編集チャンネル。はい、ねんちゃかもとです。ふうかです。せもとです。上本です。では質問回答いきますか。よいしょよいしょ。はい、今日の質問は、かもさん嫌われるの怖くないんですかっていう質問です。相手によるっていうところがやっぱ大きいんですが、今回の質問の意図的に多分それだと違うと思うので、はい、僕が思うのは、嫌われるのはいいけど恨まれるのは嫌だっていうのが答えかもしれない。なるほど、なるほど。嫌われると恨まれるって僕の中では結構な壁というか差があるんですよ。嫌われるっていうのは結構いいことだったりするんですね。はい、いいこと、うん、印象に残せるんで、要はまあコンテンツ作ってる側からすると、人の感情を動かすっていうのはよっぽどなインパクトのあるコンテンツじゃないと人の感情動かないんで、やっぱよく言う好きの反対は無関心みたいな感じよく言うけど、あれはまあマーケティングにはまさにそれで、興味持たれないっていうのが一番やばいこと。嫌いな人って、例えば俺キングコングの西野って昔嫌いだったのよ。だけど嫌いだから見ちゃうのよね。はいはい。でその自分のなんか矛盾した行動に、なんかだんだん、あ、これは確かに嫌いっていう気持ちがだんだん気付けられてるなって思ったりしたのね。で好きっていうのはもちろん一番いいんだけどね、好きにさせるってなかなか難しいけど、嫌いにさせるのは簡単だったりするからっていうのもあって、炎上だったりバカだ雑魚だって言ってるけど、恨まれると復讐されたりとか、うん、攻撃されたりするでしょ。これはねあんま良くないんですよ。やっぱり、まあ、仮に炎上芸って言うんであれば、炎上芸するんだったら嫌われるまでに留めとかないと失脚するというか、どういうことすると恨まれるかっていうと、相手に害を与えた場合が結構やっぱ恨まれるね。俺が例えばバカだ雑魚だって言ってるのって、結構その一般大衆というか自分だって思わないのよ。俺がバカな雑魚だって言ってなんかムカつくとかなんか嫌いとかあるけど、それが株式会社どこどこの誰々がマジ雑魚だからって言ったら、そいつは俺のこと恨むじゃん。そうするとそいつはちょっと復讐をしたいっていう気持ちが生まれるんだね。振られそうじゃないですか。それしかまず出てこねえんだよな。あれは何も言ってないから俺。なるほどね。逆にいろんな人に認知されてないけど、やたら人の恨みだけ買ってるやつとかいるじゃん。これが一番コスパ悪いのよ。絶えず害を与え続けてるやつ。そうそうそう。だから嫌われるで止めるっていうところは、炎上芸やるんだったら結構重要かもしれないと。嫌われるに止めるポイントを何個か教えてください。まず個人を特定しない、あとは奥さんとか親とか対象の人の関係者はディスらない。ああ、なるほどね。だから僕の親をディスるとかそういうことですか。そう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 。マチ悪いって言われたよ。あとはルール破らないというか、ちゃんとリングの上で戦うっていう感じ。いや、 DM でこそこそ攻撃したりしないってことですか。そう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 。アンチで裏に DM で黙る雑魚とか送ってたらめっちゃ、あ、そう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 、視聴率があるところっていうのは結構重要なんじゃないですかね。あ、そうなの？なんかそこに晒し上げられたことで恨みを持つみたいなパターンはないですか。超具体的には指摘しないっていうのは結構重要。要はバカとか雑魚とかって反論の仕様がいくらでもあるし、一番ダメなのって体の特徴を攻撃したりとか、さっきの親とかもそうだけど、具体的な攻撃は結構恨まれやすいんじゃない。低学歴って結構ギリギリだよね。ギリだよね。まあでもどっからっていうのが分かんないからね。そう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 。結構だからね、絶妙なバランスが必要なんですよ。ある程度のね、ふわっと感を持たせるっていう。そう。まああとはダメージを与えすぎないっていうのも大事ですね。追い詰めすぎない、うん、逃げ場は残しといてあげるみたいな感じですか。そう。有吉とかさ、昔はいろんな人に噛みつきまくってたじゃん。でも今司会者とかいろいろやるようになって、はい、あんまり言わなくなったじゃん、はいはいはい、あれって有吉が例えば芸人とかにお前つまんねえなって言ったら、そいつの人生に致命傷を与えるんだよね。だからそうすると恨まれるじゃんっていう、その立場によってもちょっとこう毒の強さをこう調整しなきゃいけなくて、だから俺が自分より上の人に、それこそ府内総研とかにどんだけ毒吐こうが、彼らからしたらハエがこうたかってきてんなみたいな感じなんだけど、はい、俺がなんかフリーランス成り立てのやつに、お前は雑魚だって言って実名で言いまくってたら、こいつ本当に仕事なくなるんですよ。だからその相手にもよるのよ。なるほど、ね、なるほど。っていうなんかいろんな要素で、恨まれずに嫌われるで済ませておきましょうっていうのがインターネット上で生き残る術ですね。リアルでこう嫌われてるのは違いますよね。まあそうだね、はい、リアルで嫌われるのは良くないよね。それは嫌なんだ。いや、それ嫌だよ。嫌われるのはネット上はいいけどリアルは嫌。うん、そう。リアルの知人で俺のこと嫌いな人多分ほとんどいないもんだって。すごい大きく出たよ。本当。でもこれずっと言ってますから。なるほどね。質問の答えとしてはリアルは嫌。
ネットはいいよ、恨まれたくはないけどね、が答えです。じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。随時更新中です。これはめちゃくちゃ役立つからね、見てね。嫌い嫌いも好きのうちです。